フランスリーグ1第7節のマルセイユ対ルドー戦が現地時間17日に行われ、ホームのマ・セイユが3-1で勝利を収めた。1アシストを含め2得点に絡んだマルセイユの DF、酒井宏樹はフランスメディアから奮闘を評価されている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、前半5分には酒からの横パスを受けたフロリアン・トバのミドルシュートでマルセイユが先制。後半入ってマルセイユが追加点を奪った後、64分も酒井の関与したプレーから最後はオン・ルで3点目を加えた。フランス、マキシフットでは酒井に対して10点満点で7の採点。日本人右サイドバックは井戸を積極的に使い、トバンの先制点にパを供給、3点目にも絡んだ。守備も固く、前半にはのところで、ニコラ・ドゥ・プレビユに対して素晴らしいタックルがあったと評して、ソフットでも同じく酒井に対して、7。この選手は、模範的、練習し、ピッチ上で全てを尽くす。最後まで勇む、して、相手を息苦しくしていたと、奮闘ぶりを得ている。一方、ややプレーに精度を欠く部分、あったという評価も。オムジュマッチでは、採点、6とし、守備は非に真剣で闘争心を見せていたが、パスには精を欠くこともあった。レファシーンでは、採点、5.5 をつけ、いつ、通り手を抜かず戦った。後方では、技術的な身が多くあり、取り戻そうとしていたと述べてる。この試合で、特に高く評価されているのは、ユースケとがポジションを争うレギュラー左、SB のヨルダン・アマビ。チームの2点目を挙げ、3点のオウンゴールも誘発するなどの活躍によ、複数メディアで、マン・オブ・ザ・マッチや、好転の評価を受けている。両。